はいどうも、パーリパーリパーリパリ太郎です。唐突ですが、僕は今借金を抱えています。そんな僕が今抱えている現状と借金の怖さを皆さんにもお伝えしたいと思い、歌を作ってきました。それでは聴いてください。借金地獄。最初の借金はほんの出来心、すぐに返せると思ってた。しかしそれがきっかけでネジが外れ、次第に膨らむ借金地獄。2、3ヶ月滞納すると電話とハガキがしょっちゅう来る。それもしかとし続けると会社と家にも連絡来る。家族にはバレたくない、そう思って電話をしてみたんだ。そしたら意外と融通が利くし、分割払いを対応してくれる。給料日までも待ってくれる。意外と優しい金融機関、電話は絶対した方がいいよ。はい、こんな感じでした。皆さんも借金をしたら電話に出るなり、ハガキに対応するなり、何かしらアクションを起こした方がいいです。そうすれば意外と金融機関は待ってくれます。ご利用は計画的に。それでは以上、パリ太郎でした。どうも皆さん、カイジだ。みんな見てくれてありがとな。みんなのおかげでいっぱいできるぜ。金に冷えてやがる。うますぎる。みんなチャンネル登録よろしくな。以上、パリ太郎でした。